ャラが可愛すぎて普通に RPG ゲームみたいな感じで楽しんでたけど、これエロゲか。エッチシーンあるのか。なんかみんなのエッチシーン想像できねえな。そうですね。でも次は月下界が必ず勝ちますから。いやセーラ難しいぞ。あのバンド演奏の後によく言えたな、その言葉が。どういう対策取ってくんだろうな。いや今度こそ天道界がいただく。仲悪いなこいつら本当。また仲良くして。可愛い者同士なんだから仲良くして。まあ二人とも落ち着いて。少々熱くなりすぎたか。まあ細かいことはさておき、あとはゲーム本編を楽しみに待っていてくれ。あら春日ちゃん、そんなに急いでまとめようとしなくてもいいんじゃないかしら。何のことだ。だってマーマレードといえばエッチシーンが気になるっていうユーザーさんが多いじゃない。ちゃんと期待には応えないと。あ、そうか、エッチシーンエロゲかこれ。キャラが可愛すぎて普通に RPG ゲームみたいな感じで楽しんでたけど、これエロゲか。エッチシーンあるのか。なんかみんなのエッチシーン想像できねえな。いやーそれはちょっと恥ずかしいというか。そうです、製品版を買った人のお楽しみですから、そこを今出さなくても。そうだね、女の子の裸をタダで楽しめるわけないもんね。え、うわあ、いきなりすごいの見ちゃった。セーラーがエロい顔してる。え、神聖、すごく神聖。え、プライマルハーツってエロゲだったの。一生懸命頑張ってる姿がいじらしくて可愛いわよね。これ他の人たちに見られるの恥ずかしいだろうな、セーラー。あ、そっか、セーラだけじゃないもんか。これはちょっと楽しみになっちゃうね。それはクラガヌさんに期待してるユーザーさんが多いからよ。あ、そうなの？人気投票とかやったの？プライマルハーツ体験版はキャラ紹介がメインだったけど、本編ではラブラブな恋愛はもちろん、エッジシーンもたくさん楽しんでもらえるの。あ、そっか、恋愛あったね。学生の恋愛とかすごいね、俺刺さっちゃうよすごく。セーラーが、セーラーばっかり避難してる。なんかかわいそう。これなんてすごいわよね。だってどう見てもこの場所って学園の用具室でしょ。いや、そんな、あのお堅いセーラーがそのアブノーマルなことしちゃっていいんですかみたいな感じになってるね。何があってこんな場所でエッチしちゃってるの。確かに気になる。え、どういう経緯でこうなった。製品版で確かめろってことか。知りません。いや知ってるでしょあなたは。あなたがなんかしたんでしょ。知らんわけがないだろハレンチな。恥を知れ。春日のエッチシーン気になるよ。見して見して。あらあらあああ。そんなことを言ってる春日ちゃんだってこんなことをしてるのに。春日も乱れた顔してる。エロいな春日。ロリのこういうエロい顔ってすごいよね。普段なんか活発な印象を受けてるからさ、その分魅力的に見えるというか。いやーかわいい。泣き声がかわいい春日。反った体が天神平さんの小ささをより強調してて、ちょっと犯罪チックだよね。いやこれは犯罪だね。いやでも合法よ、同年代だから。春日ちゃんの体って一部の人に強い需要があるから、そういうボディラインが一番映えるような体位を多めにしたってマーマレードの人が言ってたわ。めたいな。それ喋らされてるカナがめたいな、すごく。そんななんか制作会社の意図とか言わなくていいよ、そんな。カナが言うことじゃないよ。一部の人とか言うな。ああ。こんなことまで。もうすっかり大人になっちゃったのね。これ春日ブルマか。春日もブルマ履いてくれんだ天道界だけど。いいな、ロリのブルマ刺す。こんな恥ずかしいのまで出すなんて。あ、逃げ出しちゃった。いや逃げ出すよこれは。他の人に自分のエッチなところ見られてんでしょ、逃げ出すでしょ。もうしょうがないわね。ゆずきも。それじゃ次はこれ。ゆずきエッチ、おうちデートかい、これはもしかして。いやちょっとショーパンから覗くパンツがエッチだよ。駒形さんはエッチな場面でも健康的に見えますね。ポイントはホットパンツなんでしょうか。お尻を触りつつしっかりと乳首は引っ張っているという隙のなさが侮れんな。よく見てんなお前。
自分のエチシン以外はすごい強気に出てくるな、お前。あ、帰ってきた。こうやって自分の得意な部分をアピールするのが、コビの上級者なのだ。お前ほんと月下界に死んじゃったよな。いや、そうだよね。ゆずきのウェイトレス姿でもやっちゃうよね、絶対に。なるほど。これは勉強になりますね。なんの？セーラもここでバイトするか？ちょっと、こんな時だけ団結しないでよ。さて、カナ。散々私たちをもてあそんでくれたんだ。覚悟はいいな？いや、カナ来るね。作中では人気第1位だもんね、カナ。あれ？うおー、シークド。私ったらこんなことをしてるのね。あ、すんごい余裕そうなリアクション。つまんな。カナもっと乱れろ。いや、もう、かわいい。私服初めて見た、カナの。かわいい、大人っぽい。黒の下着だ。わかってる。あの、そう、ケロッとされると、見ている私たちの方が恥ずかしくなってきちゃうのですが。これはカナの家か？カナの家でもおうちデートできちゃうのか？ちょ、楽しみ楽しみ。さすがカナだ。この程度では動じないか。では、これならどうだ？これで、ああ、入っちゃった。朝までしてたんですか？朝までしちゃってるね、これ。カナそんなエッチな顔できんの？すごいすごい。エッチ。体力って大事よね。だからなんそんな余裕そうなんだよ、お前。もっと動揺しろ、お前は。女の子としての恥じらいというか、大人の余裕さが出てるな、それよりも。ダメだ。これですらさらっと泣かすなんて、こいつに勝てる気がしない。ハメ撮りみたいなもんだもんね、これ。自分のハメ撮り他の人に見られてこんなケロッとしてんの。なんか嫌だな。勝つとか勝たないとかじゃなくて、いかに愛し合えるかじゃないかしら。いやでもそうだね。こんなにクールな感じのカナだけどさ、主人公のこと大好きになっちゃうってことだもんね。恋人になっちゃうってことだもんね。ちょっとその可愛いカナみたいな。ものすごく深いことを言われた気がします。あれは真意をついていたね。ただのエロゲーとして完結できなかった話だったね。あら、まだ終わりじゃないわよ。これをクリアすると、タイトル画面にエッチシーン部分だけ体験できるエクストラモードが追加されるの。ユーザー思いのいいゲームだ。ストーリーなんていいからエッチシーンだけ見ようっていうユーザーに刺さるね、これは。おい、そこのお前、今テキストをスキップしようとしていたな。残念だったな、ハルヒ。俺はゲーム実況者だ。なんでもないテキストでも反応しちゃうぜ。早くエッチシーンをプレイしたいもんね。ほんと、男たちはドエロだな。しょうがねえ奴らだ。本編では、エッチシーンの演出や CG がもっとパワーアップする可能性が高いから、ぜひ、期待しててね。いいね。ちょっとカナが終始、アナウンス役に回ってるというかさ、制作会社であるマーマレードの回しもみたいになってるな。まずはお試しで遊んでみて、購入の際の参考にしてください。というわけで、縁も竹縄だけど、そろそろお別れの時間だよ。ゲーム本編でまた会おうな。いや、また会いたいね。これはやっちゃおうかな。プライマルハーツ2014年8月29日発売です。よろしくお願いします。わー、いいね。みんなでよろしくお願いします。かわいいね。これは8800円か。値段までちゃんと見ちゃうっていう。はい、ということでね、プライマルハーツ体験版もここまでですね。いや、これ製品版どうしよっかな。実況できたら実況するって感じで、ご視聴ありがとうございました。フォローよろしく。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったら、フォロー、コメント、いいね、マイリスト登録よろしくお願いいたします。では、次の動画で、バイバーイ。